中央高速バスは、京王バスと、その共同運行会社が運行している、バスタ新宿に発着する、中央自動車道経由の高速バスの総称及び、京王電鉄バスの登録商標である。そのため、京王が幹事となるか、営業協力している路線では、中央高速バスの名称を使用できるが、それ以外の路線では、京王が商標使用を許諾しない限り商標権侵害となる。 試し用できない。本校では、以下、単に、京王とした場合は、京王帝都電鉄のバス部門及び、京王電鉄バスグループ全体を、単に、富士急とした場合は、富士急行のバス部門及び富士急グループの、バス会社全体を指すものとする。また、稲線と飯田線は、路線免許上は一体になっていることから、稲、飯田線とまとめて故障されることが多いため、 本校でも特に区別する必要がない場合は、稲、飯田線と一つの路線として扱う。なお本校では、東京長野線のうち、当初は、中央高速バスの一路線として開設され、1997年以降は、関越自動車道、上新越自動車道を経由となった長野線についても記述する。1956年、新宿富士五湖を結ぶ急行バスを、 運行開始したのが始まりである。1959年には、新宿甲府、小泉橋を結ぶ、季節運行の急行バスを運行しており、これらを高速道路経由に乗せ帰る際に、中央高速バスの名称を使用するようになった。その後、高速道路網の展開と同時に、路線ネットワークを拡大している。伊飯田線においては、巨額の赤字を抱えていた。 バス会社が単年度黒字を形状するなど、高速バスがバス会社にとっては重要な事業形態であることを立証した。中央高速バスの成功が1980年代後半からの高速バス路線開設ブームの契機の一つとなった。2009年1月28日、中央高速バス幹事会社の京王電鉄バスグループが新宿高速バスターミナルを奇襲点とする。 中央高速バス運行会社で中央ハイウェイバスアライアンスという名称の高速バス運行会社連盟を結成したと発表した。中央ハイウェイブスアリオンスの文字から作ったチャンスを愛称に乗客により多くのチャンスを提供したいとの思いから連盟を結成した。連盟のシンボルとしてチャンスロゴマークを制定して加盟各社バス車両にステッカーを掲示することなどが発表された。 ロゴマークは青、緑、オレンジの3色の太いラインを組み合わせた柔らかな丸みのあるフォルムで各社の結束と親しみやすさ、安心、安全を表したものである。また、連名全体でのサービスの一環として2009年2月1日より座席の窓側、通路側指定が可能になることや2009年3月1日より座席の一部に 女性専用席を設けることも合わせて発表された。発足当時の加盟会社は以下の通り、名鉄バス、JR バス関東は加盟していない。また KO グループの西東京バスも連名発足時の加盟会社には含まれていない。中央高速バスの路線開設においては、一時期は受給調整や許認可に関していくつか問題が発生し、特に当時の国鉄及び、 分割民営化後の JR バスとの対立が路線開設に影響を与えた。後に両社の関係は改善され、JR バス南アルプス号では2005年6月1日から京王が新宿駅新南口バスターミナルに路線廃止まで乗り入れ、2009年10月からは中央高速バス稲線と JR バス高等線の連絡乗車券の発売も、 開始された。伊那、飯田地区は経済圏がどちらかといえば名古屋に向いていた地区であり、東京とのつながりはあったがパイプは細かった。またすでに運行していた中央道特急バスも路線としての再三ラインはクリアしているが、会社の経営に寄与するには至らないという状態であった。 当時の運行便数は、中央道特急バスが、飯田線15往復、稲線7往復であり、受給面から、さらに遠い東京までの高速バスが果たして利益を生み出せるのかと採算性を危惧する意見もあった。大都市と地方を結ぶ高速バスの場合、地方側の事業者の方が熱心なケースが多いが、ここもその例に漏れなかった。このような背景もあり、 運行予定各社間の調整に限っても長期間を要している。稲橋と新南交通が慶応へ初めて高速バス路線開設の協力を要請したのが1980年7月であるが各社間協議が初めて行われたのは慶応が市場調査を行った後の1982年11月である。しかし総運行本数や 施設の共用などの条件が噛み合わず調整が難航し、沿線自治体や地元商工会などによる早期開業の陳情もあり、ついに奇襲店3社が1984年7月に先行申請する事態になった。その後、慶応が取りまとめ役となって、再度調整、沿線3社も合意するに至り、6社共同で同年8月31日に再申請となっている。この間、 新南交通は1980年末より、お盆、年末年始の帰省ラッシュ期に、新宿伊田間で、開園制の、帰郷、上行バスを運行した。おおむね各期一週間前後の運行であったが、最後の運行となった1984年盆期は、約1ヶ月間運行、同区間を4時間半で結び、帰省、U ターンのピークには3から4台で運行する日も、あった。 この運行実績から、新南交通、稲バスなど、稲地区の事業者では、採算性は十分見込めると考えていた。1984年に入り、路線免許の申請、認可が確実になってくると、当時の国鉄は、安くて早い高速バスが運行されることによって、飯田線や中央東線が深刻な影響を受けることに危機感を強めた。当時、 国鉄では、新宿発着で、飯田線に直通する急行、駒金を運行していたが、豊橋経由で、名古屋駅から飯田線に直通していた急行、稲が、中央道特急バスの影響を受け1983年に廃止に追い込まれたことや、国鉄バスの中国ハイウェイバス運行によって、姫新線が大きな影響を受け、自動車局が高速バスの展開を自粛した経験も、あり。 地方選区にとっては高速バスは脅威であると認識していた。つまり、国鉄はこの区間における高速バスの採算性を認めていたのである。国鉄バスは東京、稲、中津川に営業所があったため、東京稲地区への高速バス参入は不可能ではなく、国鉄部内では高速バスへの参入により身内で影響を食い止める案も出ていた。 しかし国鉄の部内協議では高速バス反対という方針となり申請と同時期に運輸省や地域自治体に対して認可についての再検討を求めた。1バス路線の開設に対して国鉄が横槍を入れてくるのは過去に例がなく関係者は戸惑いを隠せなかったという。しかし地域自治体はそれまで飯田線の輸送改善が行われていなかったことから何を 今更と一周した。運輸省は、バス会社同士のような利害関係はないとしながらも、同申請を、運輸審議会に諮問したが、運輸審議会は、国鉄飯田線への影響が、稲地区の住民の利便を高める高速バス運行を妨げる理由にはならないという結論を出し、1984年12月7日に、バス路線開業を認可した。 当時の国鉄の地位低下を示している事象とも言える。飯田線はほぼ全区間が単線で、線形はカーブや勾配が多く速達列車の運行に不向きであり、中央再線のように新市電車を運行させるにも飯田線は中央再線以上にカーブが急で効果が期待できなかった。また、電化施設の買収路線であったため、指紋当時は河川等の改修に、 多額の経費が必要とされた。さらに、国鉄時代から全区間が中央東線とは違う静岡鉄道管理局の管内にあったため、国鉄分割民営化後も JR 東海管轄となり、高速化に監視意思統一が困難であった。そのため、中央高速バスに対しても競争力を持たせることができず、1986年11月に休校。駒ヶ根は、 廃止、1988年3月には、急行自体が全廃され、飯田線は、地域輸送主体の路線となった。国鉄の抱いていた器具は、現実のものになったのである。一方、運行開始直前まで、2系統合わせて15往復の運行は、供給過剰と思われていた、中央高速バス那飯田線は、繁忙期には、続行便も、多数出るほどの盛況となり、 1985年度だけで50万人を輸送、運賃収入は6社合計で15億7000万円を計上しており、一便平均の乗車人員も1986年の時点で名古屋方面の20人を大きく上回る28人となり、受給、採算についての懸念は全くの企有と化した。また、神稲地区の経済圏は東京志向に変化した。 さらに、それまで赤字続きだったイーナバスと新南交通が中央高速バス運行開始の翌年度に単年度黒字を計上するなど、地方のバス事業者の経営状態の改善にも大きく貢献した。こうした実績からバス事業者の経営における高速バス路線の重要性を述べる際にしばしば引き合いに出される路線となっている。特に新南交通はそれまで 倒産寸前とまで言われており、高速バスに救われたバス会社として、新南交通、伊那バスの名前が挙がることも多い。伊那飯田線はこの後も順調に増便され、2018年6月現在では、イナ線16往復、飯田線17往復と、開業時と比較して倍以上にまで増便されたが、それでも、なお頻繁に増車される状態となっている。 1986年2月25日に、京王、富士急、山梨交通、諏訪バスの4社で1日10往復の路線開設の申請を行ったが、その直後の3月14日、国鉄バスが東京駅、新宿駅対上スは、岡谷駅8往復の路線開設申請を出願し、類似内容で競り願いとなった。国鉄では、な。 飯田線の申請の際に再考を求めたものの、受け入れられなかったため、今回は、初めから身内で影響を食い止めるため、高速バス参入という方針に転換したものである。もともと民間各社間の調整にも手間取った上に、地域自治体の思惑の違いなどもあり、ようやく話がまとまって申請したところで、競り願いとなったため、民間側は、中央高速バスは、 民間で構築してきた路線で、今さら土足で踏み込まれては困ると猛反発。対する国鉄も分割民営化を控え、バス部門を強化するには、収益性の高い高速バスへの参入は、不可欠と全く譲らず、主張は完全に対立、調整不能な状態のまま申請後1年が経過するという異常な事態に陥った。この間、 1986年11月1日には国鉄のダイヤ改正で特急あずさが増発されることになった。このままでは利用者があずさに定着してしまい、高速バスの利用者にも影響が出ることが予想された。また、諏訪地区の住民からの高速バス開業への期待は大きく、1986年8月には沿線市町村が運輸省へ民間4社に対する 認可を求めて陳情する事態にもなったことから、諏訪バスが当初から参入していたいが、飯田線の免許を利用した運行系統新設扱いにより、11月1日より、中央道地野線として運行を開始した。地野までなら、諏訪バスのエリアであるとともに国鉄バス、下諏訪自動車営業所のエリアからは、外れており、免許上も重複しなかったからである。中央道地野線は、 わずか1日3往復という暫定開業ながらも、好調となったが、沿線からは、増便や稲、飯田線の停車を要望する声も多かった。結局、国鉄、JR バスが折れる形で、JR 東日本バスは、諏訪川の事業者として1往復のみの参入で11往復という内容で1987年3月16日に再申請し、 同年7月1日に運行開始となった。申請から実に1年4ヶ月も経ってからの運行開始で申請内容に不備がないにもかかわらず、申請から運行開始までに1年以上かかったケースはそれ以前にはない。その後、受給調整が撤廃され、ダブルトラックが認められたことから、受給調整が再度行われない限りは、今後も同様のケースはないと考えられる。 その後は増便され、2007年10月時点では JR バス関東和に往復を担当している。なお、JR バスは参入時に中央高速バスでは初となるトイレ付け車両を投入した。JR バスとしてはすでに運行していた透明ハイウェイバスと同仕様で導入したに過ぎないのだが、渋滞の多い中央道では乗客から好評で、 他社や他路線にも波及したことから JR バスの参入にも居住性の改善という意義があったと考えられる。中央高速バスに対抗する形で運行されたが、不審に終わった松本号申請直後に諏訪岡谷線で既得権を得た JR バス関東が起点が東京駅となることが異なる程度のほぼ同一内容で、しかも共同運行会社が 同じ松本電気鉄道での路線開設申請を行った。この頃になると運輸省の対応もダブルトラックを認める方針へと変化しており、双方ともに認可が降りたため、2路線とも同じ1989年4月18日にダブルトラック路線として運行を開始した。しかし似たような路線で、しかもどちらの路線にも松本電気鉄道が参入しているにもかかわらず、 全く無関係な路線として扱われ、回数券なども2路線での共通利用はできなかったため、乗客側にとっては分かりづらく不便な状態であった。JR 側は松本号として運行し、マルス収録の上で、緑の窓口でも発売を扱うなど、販売ネットワークとしては悪くなかったが、営業力ではすでに中央高速バスを運行していた。 京王側には遠く及ばず不審な状態が続いた。そのため、当初4往復だったものを2往復に、現便の上、1992年に撤退となった。ほぼ同時期に、当初8往復で運行開始した京王側では、増便を行っている。これ以降しばらくは、JR バスの中央自動車道方面への路線展開は途絶えることになる。多くの路線に、 富士急も参入している。これは富士磯が富士五湖線では山梨県側の事業者として甲府線では双方に拠点を持つ事業者として甲府園の路線では東京側の事業者として参入しているためである。中央道上野原が富士五湖線甲府線で乗降可能停留所になっているのはかつて京王が神奈川中央交通と相互乗り入れで 国道20号経由の一般路線バスを高尾駅上野原間で運行していたため、京王、富士急両車のエリアとされているためである。ただし、富士五湖線の一部便には、クローズドドアシステムを適用している。伊奈、飯田線は、開業時から、中央高速バスのシェアがか,かっており、1986年に、国鉄飯田線と、中央本線と直通する急行列車が廃止されて、 以降、高速バスが東京と那、飯田地域との唯一の直行輸送機関となっている。塩尻、木曽福島線や日田高山線では、路線開設前から JR による直通列車の運行がなく、こちらも東京と木曽地域、及び東京と日田地域を結ぶ唯一の直行輸送機関となっている。塩尻、木曽福島線に並行する。 中央本線の塩尻伊勢区間では、国鉄が非電化時代に、新宿名古屋間の普通列車を定期運行し、JR 発足後は、新宿基礎福島間で、臨時特急、基礎あずさが運行されたこともあったが、同列車の運行は定着しなかった。日田高山線に並行する JR 高山本線では、開業当初から、 東京都区内からの直通列車は設定されていないが、JR 東海では、東海道新幹線から名古屋で乗り換えるルートでの旅行企画商品を販売して高速バスに対抗している。甲府線、諏訪、岡谷線、松本線は、中央本線の特急列車との激しい競争にさらされているのも事実であり、所要時間は、特急、あずさ、開示に分があるため、こちらは値下げ。 現状維持で勝負している。ただ、坂織など普通列車しか止まらない、駅周辺の停留所は、所要時間も去ることながら、東京方面の普通列車は、高尾駅の理解が欠かせないため、高速バスの方が利便が良い。なお、富士五湖線は、中央高速バスが優勢であるが、こちらは、通常なら、ライバルと位置づけられる。 鉄道側の事業者も不士給であり、運賃や便数で高速バスを、定時性や遅延リスクの低さにおいて、鉄道を PR しているため、どちらかといえば、相互補完の関係に近い。岡谷駅に向かう JR バス、関東長野線長野線路線図新宿、長野線本路線は、関越道、上信越道経由で運行されているが、本節で取り上げる。沼津線。 スキッパー号スキッパー号沼津線は、かつて京王帝都電鉄と富士急行沼津、営業所との共同運行により、東京都八王子市と静岡県御殿場市、沼津市を結んでいた高速バスである。スキッパー号という愛称が付けられていた。1989年12月20日の京王八王子高速バスターミナル開業を受け、同年12月22日に、同バスターミナルを発着する。 初の路線として運行開始。鉄道利用では乗り換えが必要となり遠回りになる多摩地域と静岡県東部を結ぶ路線として開業した。当初は京王八王子高速バスターミナルと御殿場、沼津地区を直行していたが、両地域間を移動する需要が元々少なかったこともあって乗車率が伸び悩んだため、ほどなく JR 八王子駅北口と富士急ハイランドを 停車地に加えたが、乗車率の改善はかなわず、1996年7月に廃止された。毎日8往復、所要時間2時間20分で運行していた。停車停留所は、東京側が、京王八王子高速バスターミナル JR、八王子駅北口、山梨、静岡県側は、富士急ハイランド、御殿場、沼津駅であった。 東京側の停留助走5巻、山梨県、静岡県側の停留助走5巻の利用はできなかった。富士急行便のみ希望者があれば、矢村パーキングエリアで休憩していた。車両は、ハイデッカー4列シート、京王便では一部トイレ付き車両が充当されていた。ゲロ温泉線北斗、白州線多摩加工湖線ミノ線は、当初は山梨交通の単独運行であったが、 当初から慶応が営業協力している上、増便の際には慶応が参入することが決まっていたため、運行当初から中央高速バスの名称を利用することが可能であった。また、富士急単独運行の公衆延山線も、東京側の運行管理や予約システムなどで、慶応が営業協力しているため、中央高速バスの名前を利用することが可能となっている。なお、 竜王名古屋間の路線は、山梨交通と JR 東海バスの共同路線で、京王とは全く関係性がないが、予約システム、ハイウェイバス .com でも紹介されている。予約などは、発車をライネットにリンクされており、同サイトでは、中央高速バスの名前が付けられている。一方、2009年7月31日まで、運行されていた新宿駅新南口稲市 高東間の南アルプス号は、もともと JR バス関東が単独で運行を開始した、同社主導の路線であり、途中から KO、イナバスが参入したものの KO は営業協力を一切していなかった。そのため、中央高速バスの名称は使われておらず、KO の公式サイトからは、南アルプス号の路線情報を参照することができず、ハイウェイバス .com での予約もできなかった。 インターネット予約は JR バス系の高速バスネットで可能となっていた。また、富士五湖線、富士山五合目線、甲府線では富士急便を除き車内での運賃の支払いにパスも、などの交通系 IC カードが利用できるが、かつて山梨交通が一般路線バスに導入していたバス IC カードは使用できなかった。これらの路線については、甲府駅、 バスターミナル窓口での IC カード決済も可能となっている。中央高速バス並びに、前述の新宿長野線では、以下の割引運賃の設定及び、回数券が販売されている。いずれの運賃、切符も事前購入が必要である。富士五湖線、甲府線及び名古屋線を除く路線に設定されている割引運賃。 通常の片道運賃と比べ10%の割引で販売されている。有効期間は7日間。富士山5合目、線、甲州円山線、名古屋線を除く路線に設定されている回数乗車券。通常の片道運賃と比べ10から12.5%割引で販売されている。有効期間は発行日より3ヶ月。 JR 中央本線の特急列車で利用できるあずさ回数券などの各種割引切符に対抗するために1995年12月1日より発売が開始された新宿交府線に設定されている2回分の回数乗車券。有効期間は通常の回数券と同じく発行日より3ヶ月。回数券として取り扱われているため2名一緒に 片道で利用するといった形でも利用可能。伊佐は中央道や津城発着と甲府発着があり、通常の片道運賃と比べおよそ25%と、他路線の往復割引運賃より高い割引率が設定されている。ただし利用できるのは平日のみであり、土日祝日は利用できない。価格は1995年12月の発売当初より、 伊佐は中央道八代発着2700円、甲府発着2900円であったが、第二次消費税率改定に伴い、2014年4月1日発売分により、伊佐は中央道八代発着2800円、甲府発着3000円と、それぞれ100円値上げされた。長野新幹線や近年勢力を拡大しているツアーバスに対抗するため、 新宿長野線に設定されていた2回分の回数乗車券で有効期間や効力は交付の特割切符と同様。ただし利用除外日として土日祝日と年末年始旧本等の繁忙期が追加で設定されていた。発行区間は新宿長野駅のみであったが通常の片道運賃と比べ約27%割引と 道路線の往復割引運賃より高い割引率が設定されていたので長野線で新宿と各停留所間を平日に往復する場合はこちらを購入した方が安くなった。価格は5800円。2014年7月14日実施の運賃改定に伴い前日をもって発売終了。新宿松本線開設20周年を記念して2009年から 設定された。新宿松本間の往復割引乗車券に加え、アルピコ交通上高地線と新島上高地間の電車、バス往復乗車券をセットにしたもので、価格は8000円。有効期間は6日間で、発売期間は上高地の山開き4月19日から冬季閉鎖着までの間だが、夏休みは除外される。発売当初は使用開始が、 ゴールデンウィーク明けで、秋の3連休は使用できなかった。2010年度からは、名古屋、大阪発着分も設定されている。上高地悠々切符の冬、バージョンとして2009年から設定された。新宿松本間の往復割引乗車券に、アルピコ交通上高地線と、新島の乗倉高原、白骨温泉間の電車、バス往復乗車券をセットにしたもので、 こちらも価格は8000円で有効期間は6日間。発売期間は当初12月下旬から4月22日帰着までの間だったが2011年度からは名古屋、大阪発着分も設定されゴールデンウィークと夏休みを除いた通年発売に拡大されている。当機はマウント、乗り倉及び乗クラ工芸伊賀やスキー場でリフト券の割引を受けることができる。 松本線の開業20周年を記念して、2009年に松本成田空港切符の発売が開始された。松本バスターミナル、松本インター前、バスタ新宿間の片道乗車券に、バスタ新宿成田空港間の東京空港、交通リムジンバス片道乗車券をセットにしたもので、価格は5700円。設定当初の価格は5000円で成田側からは、 設定されていなかったが、追って、成田空港発も設定されている。2011年からは、新宿駅羽田空港間のリムジンバス引き換券をセットにした、松本羽田空港切符も設定され、価格は4000円。後に名称がそれぞれ、成田空港の立議切符、羽田空港の立議切符に変更された。また、長野駅、長野バスターミナル、白馬発砲。 白馬町発着のセット券の発売も開始した。新宿、高藤連絡切符は、中央高速バス新宿稲、駒金線と JR バス関東の路線バス高藤線をセットにしたもので、通年発売されている。販売場所はバスタ新宿。新宿名古屋線と競合する JR バスやツアーバスへの対策として2008年から発売。予約サイト。 ハイウェイバス .com での予約とクレジットカード決済が条件。乗車券は各自でプリントアウトまたは携帯電話からネット接続で乗車券画面を取得して当日提示。便により予約、決済の期限が異なる。当初は週末や交便など割引設定のない便もあったが2010年9月以降は全便に設定。電話予約やバス会社窓口では取り扱いなし。 普通、運賃5100円が3500円に割引すべての利用区間で購入可能。過去、3900円で発売していた期間もあった。割引で発売する席数は限定。2013年12月頃からは、ネット上の楽天トラベルからも購入可能になっている。基本的には、各社ともトイレ付けのハイデッカー社が使用される。ただし、増便、臨時便については、 トイレなしの車両の場合もある。かつて運行されていた沼津線、スキッパー号はトイレなしのハイデッカー車が使用されていた。なお、富士号湖線には2020年によりダブルデッカーのスカニアインターシティドも使用される。所定の担当会社が1号車を担当し、別の会社が2号車を増車する2社共演便がよく見られる。他客時には続行便として、 貸切車も投入されることがある。特に、アルピコ交通、新南交通は、予約段階で満席であれば、たとえ片道階層になっても、続行便を設定する。また、富士急も週末を中心に続行便を設定することが多い。京王では、調布営業所に所属する空港リム人向け車両が、中央高速バスの続行便に運用されることもある。 富士五湖線の富士急便では、富士急ハイランドのアトラクションに関連するラッピングバスを運行している。また、特別塗装車として、トーマスランドエクスプレスが2台在籍しているが、車体の外部には、富士急ハイランドという文字は一切書かれておらず、車体広告バスとは認識されていない。山梨交通には、新型ガーラ、アルピコ交通、イナバスには、新型セレガが導入されている。 アルピコ交通、富士急にはどちらも導入されている。松本電鉄バスに2007年6月頃導入されたニューセレガは、後部全面トイレ仕様の36人乗りであり、高速バス発となったことでマスコミに取り上げられた。その後、山梨交通も2007年11月にニューガーラで導入している。J バスの現行モデルは、 使用が40人乗りに変更され山梨交通は、ガーラ、富士急行は、富士五湖線新宿20時15分発の2号車として、セレガで導入している。一時期、松本線、諏訪、岡谷線、稲線、飯田線を中心にスーパーハイデッカー車が導入されたことがあったが、車両更新により、勢力を減らしつつあり、現在は山梨交通のみである。山梨交通担当便は、 各路線との共通運用により、スーパーハイデッカー車、ガーラに存在するグレースハイデッカー車で運行されるケースが見られる。名古屋線については、運行開始当初は両車とも、他路線と同一仕様で、座席数42名のハイデッカー車を使用していたが、その後車両更新の際に、KO が補助席を廃して、フットレストヘッドレストセンターアームレスト付きとしたため、 座席数が36から38となった、ゆったり4列シート。現在は、ゆったり4列36席、パウダールーム付き新型車両が使用されている。京王担当便の一部は通常トイレのゆったり4列38席車両で、運行。補助席のない36から38人乗りの、ゆったり4列、シートトイレ付き車両は、松本線でも運用される。いわゆる、 高速ツアーバス問題に橋を発した高速バスをめぐる法体系の変化に伴い路線バスについて一定の条件の下で他社への運行委託が可能となった。このため繁忙期を中心に京王担当便の2号車に系列の西東京バスが入るというような運行形態が増加している。富士急担当便にリゾートエクスプレスが投入されたりした頃は 新宿高速バスターミナルでの案内放送で、白い富士急行バスなどの言い回しで、極力五条を防ぐようにしていたが、ハイランドドリームやトーマスランドエクスプレス、ラッピングバスが登場するようになって、言葉では表現しづらくなってきたこともあり、単に富士急行とだけ案内するようになった。京王富士急では、富士五湖線に、通称、ワンドマと呼ばれる、高速、 路線兼用車を導入していた。元来、ワンドマは、慶応の車内故障であったが、後に、富士急も、同様の車両を、ワンドマと称していた。基本的には、どちらの会社の車両も、長尺車の路線車シャーシを採用した全中費の車体で、下級着付けエンジン、ハイバックシートか、リクライニングシートを装備した車両である。休日には高速バスは、続行便が運行される一方、 一般路線の需要が減少するため、車両の有効活用策として考えられたものである。1 0 0トルを超える距離を走る高速バスと路線バスの兼用としてまとまった台数を導入した例は、中央高速バス富士五個線以外にはなく、高速バスと路線バスでは全く走行環境が異なることを考えれば、特殊な車両と言える。他社においてバスファンにワンロマと。 続称される車両については、当該記事を参照されたい。慶王慶王のワンロマ車3代目1990年冬に、撮影、慶王のワンロマ車3代目1994年夏に、撮影、慶王の初代ワンロマ車は1980年に導入されたもので、外見上は2段上昇窓、全中引き戸の路線車そのものだが、座席は、最後部など一部を除いて、 リクライニングシートであった。しかしながら、板バネで、乗り心地は良くなかった。車種は、イスズシー JM500、ヒノ RC301、三菱 MP118M だった。1982年に導入された二代目車両は、やはり、リーフサスの路線車ながら、メトロ窓の長尺車となり、中扉は、飛ぶ黒窓をなくすために、 通常の引き戸と同じ幅の4枚折り戸を採用し、全席リクライニングシート装備となった。なお、2代目はメトロ窓になった関係で、当初は高速車と同様に、側面方向膜を前扉後ろの倉庫に設置することを考えた。しかし、一般路線と高速路線の全部を収容するためには、長尺の膜にする必要があり、倉庫に設置すると車内への張り出しが大きくなってしまうため、 やむなく前扉上の屋根部分に飛び出して設置された。車種は、ースズ c PM550、ヒノ RC321、三菱 MP118N。これら初代と二代目は、前扉が一般路線用よりも狭い幅の折り戸であるほか、京王の一般路線車では一部の例外を除き装備、されていない、フォグランプが装備されていたため、格下げ語でも容易に見分けがついた。 また、車内も一般路線車が木張りの床であったのに対して、高速、貸切車と同等の床材で仕上げてあった。格下げ後は前面に滑り止めシートが敷かれた。また、1987年に導入された3台目の車両は観光路線タイプの車体を持つエアサス車で、中扉は2台目同様に4枚折り戸、方向幕はライト間に高速用。 フロントガラス内側に路線用の方向膜を装備していた。側面窓は逆 T 字となり、側面方向膜は前扉直後の窓内側に収容することができた。また、各車とも 270PS クラスのエンジンを搭載して出力が増強されたため、初代2代目で状態化していた真夏の下り便断合坂と半時の冷房カットも少なくなった。車種は ミスズ PLV218N、ヒノピー風276バイト、三菱 PMP618P。車体色は、初代は、路線車と色をベースに前面と側面を高速車風の塗り分けにしたもの。二代目は、アイボリーと朱色の貸し切り、高速色。三代目は、濃い茶と白、赤の貸し切り、高速色であった。なお、登録上は、特殊貸し切り車となっていた。 しかし、路線車ベースのシャーシで標準有化車ということで、高速用としては、走行性能、設備とともに、物足りないものであったことから、高速の続行便は、次第に、貸切車を使用することになった。また、都市部の路線バス車両としても、通路が狭く、吊り革がないなどラッシュには不向きで使いづらいことから、末期は、路線色に塗り替えられて、予備車や、契約輸送用になっていた。 1999年に全廃。なお、2007年6月には深夜急行バス用として、ワンロマの装備を簡素化した車両が登場した。四代目ワンロマとも言えるが、現在のところ中央高速バスには使用されていないため、本校では詳細は省略する。富士急行富士急行のワンロマ車1993年に、 撮影富士急行のワンロマ車は1988年に導入された日ピー風276バイトである。もともと観光路線仕様の車両が多いこともありあまり、目立たなかったが、KO と同様にリクライニングシートを装備、高速車として使用する際には中扉ステップを板で塞ぎ荷物置き場として利用することが可能だった。ただし、 慶王とは異なり、中扉が2枚折りドであった。また、後部の座席では、補助席も装備されていた。こちらは、路線車としての登録であった。富士急行では、当時の一般路線車の扉配置は前後扉が標準だったことや、路線仕様なら、白色になるバンパーが黒色だったこともあり、容易に判別可能だった。しかし、高速車としての使いがあっては、 慶応と同様物足りないものであり、もともと経年高速車を続行便として乗用していたこともあって、こちらも末期には高速車としての運用はほとんどなかった。もっとも観光地を走る路線バス車両としての使い勝手は悪くなく2002年頃までは富士山陸の観光路線で使用されていた。なお、富士急ではこのワンロマ車を導入する前は一般路線用の前後扉。 メトロ窓、ハイワックシート装備の日の RC を応援に借り出すことも多かった。新宿高速バスターミナルかつての発着場所であった、新宿高速バスターミナルが大変狭いなため、一部の時間帯では限界に近い状態になっており、乗り場が数箇所に分散していた。これは1980年代後半にはすでに問題になっており、その後に路線がさらに増加してからも、 長らくの間根本的な解決策が見出せないままとなっていた。その後、2016年4月4日にバスタ新宿が新宿駅南口に開業し、同ターミナル発着便は一部便を除きバスタ新宿に集約されたため、この問題は解消された。中央自動車道は2007年9月現在の時点で首都圏1と3県内で唯一、 片側に車線のままであることから、土休日や繁忙期の渋滞が激しくなる傾向がある。このため、他方面の高速バスと比較しても定時性が著しく損なわれる場合がある。しかしネクスコ中日本などの PR 活動や ETC 普及による時間帯料金割引のおかげで渋滞そのものが少なくなり、以前に比べ渋滞による遅延の割合は減少しつつある。いいな。 飯田線、諏訪、す谷線では、バス事業者数が多くなるため、運行分担比率についての調整が難しい。山梨県内に上行エリアがないにもかかわらず、稲い線に参入している山梨交通、東京都と山梨県に営業エリアを持つ富士急の存在が、話を複雑にしていると言われている。そのためだけではないが、松本線以降開設の路線では、 東京側の事業者は慶応のみとなっている。ありがとうございます。